そこに行ってはいけない。多くの花魁が命を落とした山梨の地。そこには現在まで続く彼女たちの恨みが残されている。その名は花魁淵。本日は山梨最強スポットの一つを考察してみよう。花魁淵は山梨県甲州市塩山一ノ瀬高橋にある滝と史跡だ。地元では銚子滝と呼ばれ、別名を50人淵、55人淵とも言う。この場所は参道に白い着物を着た女が現れる。夜になると女の悲痛な叫びや恨み事が聞こえる。男性に恨みがあるので男性が行くと危険。崖の下から女が見上げており、這い上がってこようとするのを見た。女性が花魁淵の由来を読むと呪われる。車の上に血だらけの花魁が乗ってきた。もう一人の自分が友達と会話をした、など噂が囁かれている。最後は花魁関係なくない？そして近くのキャンプ場では不可解な現象が多数報告されており、昼間でも写真に人の顔がはっきりと映り込むと言われている。元は観光名所だったが、花魁淵周辺は地形が険しく、崖崩れによる通行止めもたびたび発生していたため、現在は厳重に閉鎖され立ち入り禁止となっている。にしては YouTuber がよく凸してるけど、当時はコンクリート製の展望台や手すりに塩山観光協会の案内板、慰霊碑もあり、渓流釣りや山菜採りも行えた。観光客も多かったそうだ。多摩川を挟んで向こう側の景観山では、金山として栄えた黒川金山の残骸が見れた。黒川金山は武田家の隠し金山と言われ、武田軍の軍資金の多くがここの金だとされている。他にもこの地域には多くの金山があるため、現在でも川沿いでたまに砂金が見つかるそうだ。武田氏が織田信長らによる武田一族総統戦、いわゆる甲州征伐に敗れた際、この黒川金山も閉山となった。しかし金山の秘密が漏れることを心配した金山奉行頼田は、金山で働いていた労働者と彼らの相手をするため、遊郭にいた55人の遊女の処分を決めた。その方法は、川の激流の上に富士の鶴を渡して作った宴席へ遊女たちをねぎらうと言って乗せ、不意をついて落とすというものだった。宴を開き遊女たちを回せ、その隙に鶴を切って宴席もろとも川へ落とした。ほとんどの遊女は暗い谷底に落ち息絶えたが、中には運よく岩場への衝突を免れ下流へ流されていった者もいた。しかし下流の村には、遊女を助けた家に刑を処すというお触れが回っており、生き残った者たちもひどく衰弱したまま息絶えたという逸話が残されている。遊女たちが流れ着いた場所には慰霊のための花魁堂が建てられており、今でも千バズルなどが添えられているそうだ。そんな花魁淵だが、一説では12人の坊主も一緒に殺害したと残されている。ちなみに花魁淵というが、遊女が落とされた現場は現在の花魁淵ではなく富士尾橋の近くだったと研究者は考えている。ではなぜ現在の場所が花魁淵になったかというと、明治10年に水道局から来た中川金次郎がこの淵を見て、ああいい淵だな、まるで花魁が綺麗にお化粧して夜店の前に出たようだな、と話したことが始まりだとか。紛らわしいわ。花魁淵は山梨以外にも存在する。北海道札幌市である。一般的な由来としては、明治末に花魁が苦しさに耐えかね、崖の上から淵に身投げしたというものだ。また一説では花魁淵がある豊平川で木材を運んでいた時代、この淵周辺は流れが深いため木材が引っかかることもなく一安心できる場所だった。そのため運搬の親方が労働者たちに花魁でも買ってこいと小銭を渡したようだ。つまり花魁を買うための淵、花魁淵とする説がある。へー。では山梨の花魁淵を考えてみよう。55人も遊女がいたのかという疑問に対しては、当時その地域では相当な数の労働者がおり、彼らの息抜きのため遊女を連れてきたようだ。また人が多くちょっとした村になっていたらしい。川の上に作られた宴席っていくらなんでも怪しくないとの意見もあるが、閉鎖された山奥の村では武田氏もうやばいって噂も届かないだろうし、怪しいと思っても君らの慰労会だから全員参加ねと言われれば逆らえなかったのではないかな。とはいえ甲州征伐自体が1582年と400年以上前なので、現代でも落とされた遊女たちの怨霊が残っているかと言われると難しいのではないだろうか。また先に挙げたように、現在の花魁淵と本来の現場は別の場所なので、花魁淵で心霊現象に遭遇したという証言は遊女たちのたたりとは結びつかないと思われる。では花魁淵の話は嘘なのかというと、実際に花魁堂と民話
話が残っているので、まあ実話だとしても不思議ではないかなというのが結論だ。ただし地形が物理的に危険な場所なので行くことはお勧めしない。というわけでいかがでしたでしょうか。オイランブチの解剖動画でした。正直現地民でないとわからないことも多いので、ぜひコメントで情報をください。スペシャルサンクスはこちら。いつも応援ありがとうございます。ではこの動画が面白かったら高評価チャンネル登録で応援お願いします。天童美子を支援してくれる支援者さんも募集中です。概要欄からクリエイティアを見てね。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画と配信でお会いしましょう。